はい、というわけでね、まあ皐月賞ドラメンテ強かったですね。で2着ね、リアルスティールこれも強かったです。黒三角ですけどね。で3着に僕の本命ですよ、いいレースしました、北三ブラック。これってまあ当たりですよね一応。ということで天皇賞ですけども、まあここはあれですよね、皆さんのこう悩むところというのは、絆が勝つのかゴールドシップが勝つのか、どっちも強いですよ。まあほんま悩みますよね。でもね、こうやって悩んだ時こそ簡単なんです。じゃんじゃんじゃん、ね、サンスポ本誌加藤ちゃんもね押してますけど、ウィンバリアションようやくね、こう加藤ちゃんも僕の勢いに乗ってきましたか。なんだかんだ言うても気になるんでしょうね。僕はもうあの一週前から印つけてましたし、なんならもう去年その前からもうずっと20番ですから、バリエーション、はい、去年まで2着インバリエーション本命で、対抗北高ブレイブで3着、人気のないところで2着3着でズバリ当てたんですけど、まあズバリっていうとちょっとあれですけどね、1着が無印なんで、まあまあそれがいいとして、まあ実力的にはね、まあ、オールフェーブルと争ってきた馬ですから、ここに入ってもね一番ですよ、はい。でね、対抗に北高ブレイブ、なんかね去年のハルテンと同じ本命対抗になっちゃいましたけど、北高ブレイブってこれね、ほんまにね姉妹だけの馬なんですけど、姉妹は多分この中に入っても抜けてると思います。勝ち切るまでっていうのはどうかだと思うんですよね。ただ突っ込んできますから注目です。黒三角なんですけども、僕ね今回これが一番の穴馬ちゃうかと見てます。カレミロティック、僕前回阪神大賞典自信の方面にしたんですけど、まあ直線まさかのね、前が塞がりっぱなし、行くとこ行くとこ全部前に馬がいて全くレースしてませんよね。たらればですけども、それがなければ勝ったとは言いませんけども、2着あったかなっていうぐらいので、まあまああと白三角ですけどね、まあちょっと練習中のアドマイアデウス、キンバデニム&ルビー、フェイムゲームにサンズバース、結構なんか外枠に偏っちゃいましたけど、まあまあ枠はそこまで関係ないでしょう、はい。ということでね、絆ゴールドシップ、このね2強を無印で落としていきますんでね、まあまあこれほんまにね当たったらえらいことですよ。